オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。ロビンチャース、アイナイです。はい、そうですね、佐野雄大くんの、そうですね、マックス、彼はね、本当にね、いい匂いしますね。髪もすごいいい色してて、身長もすごい良くて、顔もすごいいいですね。それが伝わるぐらいいいですね。彼は。まあ、でも本当に面白いです。本当になんか結構些細なこととかすごいツツツって、そういうなんかなんかチャチャ入れてる雄大の声とかぜひ聞いてほしいですね。ちょっと耳澄ましたらなんか言ってるんで、なんか言ってるんで。それの入る俺たち嫌や。はい。僕はですね、タジのいいところを紹介したいなと思います。この番組は多分夜の放送になると思うんですけど、やっぱタジの声ってすごいなんか おっとりしてるからなんか落ち着くし、なんか夜中に聞いててなんかすごい耳にいいなって思うし、あとなんかそのランキングみたいなんで、このランクイング高い人のこれはなんだみたいなクイズがあったんですけど、タジが結構なんか、あ、分かった、何々ちゃんみたいなとか言って結構ぶっ飛んでたりするのも結構面白かったんで、それとかなんかたまにぶっ飛んだこと言うのもめっちゃ面白いタジなんで、それも期待しててください。では、どうぞ。はい、僕フェンファンですね。フェンファンは今回多分ラジオめちゃめちゃ気合い入れて準備してきててすごかったですね。もう過去の論文めっちゃ漁ってました彼。はい、っていうのもあったり、まあ、フェンファンの魅力は、まあ、ファッションのセンスがフェミニンで、なんかすごいおしゃれ、このフェミニン感ありますね。マジですね。でもラジオでもそのなんか独特ななんか雰囲気が感じれると思います。でもまあ今回の初めての収録はなんか待機時間にスタッフさんがクロワッサンを差し入れしてくれて、もう心も腹も満たされて楽しい収録ができました。では終わります。釣られたの。池崎一人くんの、まあ、今回良かったところは、まあ、今回に限らず、でも今回で再確認したのは、そうですね、やっぱ今回良かったのは声が今回めっちゃ良かったです。それが今回でもう改めてすごい声良かったなって今回は思いました。今回どう？はい、あと最後僕たち、イニチューズっていう僕たち好きな曲流せるコーナーあるんですけど、そこで少し意外な曲を流してきたんで、そこもぜひ興味を持ってあげてください。それでは、はい、池崎理人です。西ひろとくんのいいところは、そうですね、まず、まあ、彼もめちゃくちゃ声がいいんですね。まずは、はい、なんか大人な、まあ、まあ大人か、24歳だ、最年長でめちゃくちゃ声いいし、大人っぽいし、まあでも、何その藤巻くんとか、まあ、今回ラジオ違うんですけど、まあ、京介くんとかが突っ込めば突っ込むほど褒めるんですよ。まあ、突っ込みもするし、ヒロトは突っ込みもするし、ボケもする。それ焼きそばちゃんみたいな。焼きそばちゃんみたいな、なんかそういうなんかちょっとボソッとねボケるんですけど、それもラジオにも無駄に入ってるし、ちゃんとね僕たちのちょっとよくわかんない言動とかした時に、まあ、彼の最年
年長24歳のツッコミが入るのでめちゃくちゃいいです。あとそう、ヒロトもミニチューンズでリムさんの曲、おしゃれなやつを流しました。そこも見どころです。聞きどころです。聞き心地がいい、耳心地がいいのでぜひ、楽しみにしてください。以上、池崎リストでした。ありがとうございます。